皆様こんにちは。今回から三国無双8やっていきたいと思います。こちらはですね、初見プレイではないんですけど、もう2年前ぐらいうちのチャンネルでライブ配信をしてたんですけども、もうほぼほぼ覚えてません、内容を。なのでちょっとね、いろんな武将を使いながらストーリー楽しんでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、今回まず1回目に使うキャラクターは真剣 A です。よろしくお願いします。いや、素晴らしい足ですね。はい、やっていきます。このしるべなき世に一筋の光を。三国無双、真剣ですわ。真剣ですわ、ね、三国無双8の新キャラっすよね、真剣 A は。じゃあこの武将でゲームを開始します。はい、レベルを上げずにゲームを開始します。よろしいですか？ OK です。はいよ。三国無双オリジン、最新作の三国無双が出るらしいんで、それの記念も兼ねております。はい、ロード画面は加工機ですね。懐かしい。天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し、南進を続けた。赤壁大戦だっけ。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に、孫吾は降伏か降戦かで揺れていた。一方、慶州を追われた劉備は我領と称えられる諸葛亮を得る、うん、この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。神秘、そしてその娘、真剣英雄、よくぞ決戦の前に駆けつけてくれた。お主たち親子のおかげで紀州は落ち着いたようだな。足が素晴らしい。真剣英、炎章と炎丹の配下、神秘の娘である。炎家が滅ぶと父と共に曹操に仕え、紀州の混乱を鎮めた。今彼女の主君曹操は炎章を倒した勢いに乗って南下、降伏を拒んだ孫権を倒すため赤壁に進軍した。この一戦にて天下を平定しようとしたのである。真剣英と神秘もまた決戦に加わるため曹操と合流した。父上、曹操殿がお見えですわ。暗い顔もそれぐらいになさってください。めっちゃいい声。うむうむ。曹操殿、わしは一族も救えずのこのこと生き残ってしまった。遠氏の人質となったお主の兄の家族か。気の毒なことをした。だがお主らが来てくれなければ家屋平定にはもっと時間がかかったであろう。父上、曹操殿にお気を使わせてどうするのです。幼衆を要する孫権を下せば早々に曹操殿の天下になります。早々に曹操。, 笑いの絶えない世にするため真剣へ。真剣ですわ。真剣へ。真剣ですわ、うん、ああ曹操殿、これは皆まで言わんでもいい。塞ぎ込んで下を向いても光は見えませんわ。笑顔で過ごす時間こそが大切なのです。お主は良い娘に恵まれたな。親子ともども頼りにしておるぞ。
間もなく孫権との決戦が始まる、うんうん、懸念がある者は遠慮なく述べよ。水軍の質をもう少し上げたい。実戦を経験させたいところだが、かぶってるかぶってる時間が足りんな。近辺に水族が出没していると新規演がかぶっちゃる。戦の触りとならないよう打ち払うべきかと。慣れない水軍の調練に体調を崩す兵も多い。医者が足りていないことが気がかりだ。懸念といえば、孫権陣営を探っていた偵察部隊も未だ戻らんな。それは敵に捕まってしまったのでは。敵には知略に長けた周瑜と諸葛亮がいます。すでにこちらの陣営に対し何か仕掛けている可能性もあるでしょう。例えば流言、あるいは偽の情報、それらを考慮に入れ真実を見極める必要があるでしょう。うん、皆の意見は分かった。我らは今他の情勢に背を向けて遠征している。こうして孫権と対峙している間にも領州の馬頭などは力を増しておろう。天下平定までの敵は孫権と劉備だけではない。もはやこれ以上時をかけてもおれん。皆速やかに己の懸念を払拭し決戦に備えるのだ。了解です。んーで、はい、めちゃくちゃ久しぶりにやるな。馬が速いんだが、ちょっと見たいもん見ていいっすか。料理屋、何を召し上がりますか。何がある。うん、極上の獣肉めちゃくちゃ持ってんな。872あるぞ。どれ食ったらいいんだろう。これもいいな。これ食いましょう。長時間攻撃力と無双が上昇。またのお菓子を。これどれくらい上がるんだろう。見れないのかな。で他には。おや、実は私、うん、狩猟は苦手ですが獲物は大好きで、今後何か狩られた時は私に見せてくれたら相応の報酬をお支払いしますよ。おや、これはこれは。その後調子はいかがですか。めちゃくちゃ久しぶりに見たな。あ、右上にあるやつか。乾燥してるやつもあるけど999。この鹿のマークのポイントで交換できるのか。あれ交換できない。交換できませんかな。足りないってこと。あ、もう交換したってことかな。交換したやつか。ここでは何と交換できるんだ。おお、ちょっと待って、弓はどうやって出すんだっけこれ。あ、こうか。あ、めっちゃ持ってる。爆発弾めっちゃあるよ、弓のやつ。おや、これはこれは。もう久しぶりすぎて。調子はいかがですか。あの獣肉売ってんな、極上の。おお、え、これってなんか獣素材っすよね。捕獲用餌。なるほー、あざした。まあ後々慣れていくでしょう。あ、下に時間あるわ。29分だ。30分か。どうした。
おいら水軍の訓練を任されただ、うん、でもあんまり自信がねえぞ。続討伐がいい訓練になるって聞いただ。うまくいくか不安だけど、やるしかねえか。やります。え、おいらと一緒にやってくれるだが、それはとっても心強いだよ。あ、ほう。おうおうおう、死にたくなけりゃ金目のものを置いてきな。危な、これ死にそう。何ですか。どう、よし、危ねえ。瀕死瀕死、神経炎瀕死。ちょっと待って、難易度何でしたっけ。ちょっと待ってくださいね。オプションか、ゲーム設定。究極になってら、まあ究極でもいけるやろ。これで勝ったと思うなよ。敵将打ち取りましたわ。そう、確か。いいぞ、その調子だよ。もうレベル上がるな。はいはい、いきますわ。ね、いやー、ちょっと久しぶりすぎて操作が。ちょうどよかったぜ。わかんねえ俺。こいつが俺たちの敵だ。ちょっと暴れん坊倒して。暴れん坊リンチにやってる。いやー、なんか懐かしいね、こんな感じだったわ。すみませんでした、この辺にはもう時間がないから、許してくれ。そう、今はこの喜び倒せるから、まず。真剣ですね。あー、こんな感じだったな。そう、行きますわ。なんかすごいコンボしやすいんだよな、もう何もさせないみたいな。オッケー。何もできんかったな、かんねえ。なんかアイテム取得できなかったな。おおおお、気持ち悪い。連日の船の揺れで酔っちまった。この辺に薬をくれる人がいるらしいが、うん、気持ち悪くて動けそうにないよ。薬をくれ、医者。船酔いに効く薬が欲しいんですね。ではこれを持って行ってください。あっさり渡されたな。あっさりもらえるんだな。これでいいでしょう。よ、船酔いに効く薬を届けてくだされたわ。恐縮です。ありがとうございます。いえいえ。待ちな、船酔いを治したいんだって。だったら薬よりもいい方法があるよ。船をみんなつなげちまうのさ。そうすれば揺れないし酔うこともないよ。なるほど、それはいいことを聞きました。早速みんなに伝えて船をつないでみます。船酔い対策達成。失礼しましたぜ。しかによ、これで決戦の準備は整ったか。はい。
賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。一応戦う体制はできたということか。うん、ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、この陣は体裁だけと言っていい。もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが残念だ。準備不足に練度不足、それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的。ならば敵はどう仕掛けてくるだろう。水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。あくまで低いという程度ですが。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。義軍はあれなんだっけ、何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。どうやったっけ。懸念というほどではただの不安かもしれません。風が強いな。水上戦か、水軍じゃなくて。先ほど御嶽の火が煽られて危うく火事になりかけた陣があった。そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが火計を仕掛けたりはしないのか。ここが水上でなければそれも手でした。ですが孫吾の水軍は散開しています。さほどの効果は望めないでしょうね。そうか、向こうは練度も高いというしな。そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。二人とも来てくれ。承知しました。行こうか純優殿。字幕ありがてえな。この時期長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。迅速に敵陣にたどり着けるであろう。時はまさに今。これより一気に長江を渡り孫権劉備を討つ。水上の不利は兵数と知遇で乗り越えよう。いざこの戦に勝利し天下を制さん。おお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 おでね、敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり、一刻も早く撃破された方がよろしいかと。周遊撃破、これちょっと時間置いてやった方がいいの。来ないよ周遊、いないよ。対岸に曹操軍が現れたぞ。ありったけの矢を追いかけろ。こっちには矢が10万本もあるんだぜ。曹操を襲われない限り無敵だな。すげえなお前ら。この黄色いやつがなんか重要ミッションだった気がするな。行くぜ諸君。立ってあまり出過ぎません。曹操軍の勢いは侮れませんぞ。心配しないで玄徳様。諸君私にだってみんなを守る力はあるもん。やるは行きますわ。はい、ここは要所となるか。よし、何一つでここを守る。たぶん、射撃は私に睨みをしますね。ここに陣を伏せ、待つことにしますね。おい、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 これを接収する。おい、行きます。
こいつ。笑顔で参りましょう。笑顔で参りましょう。この戦い絶対に負けられないのに。弱いな。行きますわ。よし。今はこの喜びを噛みしましょう。 HP がやばかったんだけど。その際捨てた敵の諸葛亮って軍師すごいんだもん。この戦では周囲の息がかかった味方がいるようです。怪しい人物を尋問してみてはいかがですか。はい。そんな怖いな。できればここでじっとしていたいよ。怪しい人物を尋問。はっ、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 来たか孫総軍。さあ孫悟の本陣はここだぞ。はっ、やっ、敵将討ち取りましたわ。怪しい人物を尋問。お上手ね。What what 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 状況読めてない。あ、ここか。あ、郊外。ここで防御の陣を敷く。各自すぐに準備しろ。待って、バグってる。郊外さん、郊外バグってって今回バグってるって待って、バグ多くないか。大丈夫そう。ちょっと別のところ行きますわ。バグってんのよ。周囲の撃破はどうですか。こっちは動いた動いた。曹操軍に長江を渡らせてはならん。孫悟の将兵、鉄壁の構えを取れ。は、行きますよ。ですね、だってめっちゃ時間かかったんやけど。孫権の姿が見当たりません。対岸へ渡り様子を伺うべきで。よし、直ちに守備配置につけ。行きますわ。来る戦闘に備えるのだ。弱い。十分に稼げた。我が兵はすでに弱いな。そうですね。敵将討ち取りました。これクリアかな。今はこの喜びをかみしめましょう。やっ、はっ、ここはなんだ。ほいほい。何？敵将だって？さては倉庫の矢を奪いに来たのか。お邪魔しまーす。そうはさせない。この倉庫は拙者が守りきってみせる。真剣ですね。はい、よいしょよいしょよいしょ。この倉庫は火気厳禁だ。くれぐれも注意するよ。皆に伝えろ。いいね、マジで真剣ですわ。倉庫一つ守れぬとは軍神のことして情けない。
わ。終わったっぽいな。よしよし。伝令、曹操軍が襲撃、10万本の矢は全て消失しました。お疲れ様でした。今はこの喜びをかみしめましょう。領地を奪われるわけにはいきません。こっちにカン、私たちで防衛に当たりましょう。おい、あの宝刀先生ってすごいな。雲の上を歩いても酔わねえぞ。これなら存分に戦えるな。まったく宝刀先生様々だ。ハン行こう。来た。ここは俺の見せ場だ。少食よ、木管技巧の甲になってもらうぞ。影薄いやつね。こっちは大軍、勢いもある。笑顔で参りましょう。今後の田舎から待ってるかよ。見せ場はたっぷり作ったな。もう撤退してもいいだろう。時は越すよ。 OK、 それはクリアね。おかげで敵を追い返せました。しかし敵の様子どうも妙でしたな。ああ油断も隙もねえな。俺の見せ場だ。あ、またこっから小食よ、六冠技巧の功になってもらうぞ。マジ瀕死なんだよ。こっちは大軍、勢いもある。どんどん田舎武者どもに負けるかよ。気抜いたらやられるんだよ。目標は決まった。いざ。よーし。時は稼いだ。いきますよ。行きますわ。何用か。もうわしは孫悟の人間ではない。曹操殿のために粉骨砕身働くのみよ。ほんま？これでオッケー。あ、肝心要の守りが手薄だ。ここは自分が役目を果たすぞ。行きましょう。もうメイン進めようかな。いや、いいね。行きますわ。頑張ってんだ。いや、気持ちいいね。この調子で行けよ。行きますわ。ただバグが多いっすね。ここが意地の見せ所だ。何があっても守ってみせる。中に
勝利を手にするまでは。はい、や敵将討ち取りましたわ。はい、行きますわ。や素晴らしい戦意を持ちです。や共に戦えるから心より嬉しく思います。いいね。だいぶ慣れたぞ。私たちで守るぞ。はい、行きますわ。驚きました。相当良さの戦法です。ただ油断したら死ぬ。どこに原因だ。遠回り。オッケーオッケーオッケー、わかったわかった。嘘じゃい。あなたの力なしだ。よろしく手を動かしてください。笑顔で参りましょう。行きますわ。もう一個気づかぬか。風がすでに変わっていることも。なんだって。今だ。曹操軍に気を放て。敵戦を全て燃やし尽くすのだ。なんやって。火だ。船が燃えてる。どんどん広がっていくぞ。バカだ。一時風向きが変わっただけでこのような策を打てるはずが。これまでの動きすべてこの炎を描く布石であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮か。この炎痛恨よな。こちらの裏を書くなんて敵には相当な知恵者がいたのですね。ですが下を向くわけにはいきませんわ。最前線で前線して事態を打開しましょう。おい、次やな。気を取り直して次やな。味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体どうすれば。このままでは陣形を崩され長江の木図となってしまいますわ。うん。昭陽と常陽まで引きましょう。曹操殿が退いていらっしゃればそこで合流できるはずです。了解。九。うめっちゃある。にあってこそ落ち着かねばならぬ。互いに仲間を援護し包囲を打ち破らん。他の姿が見えぬ日がか。日がか無事で現れると信じられない。そうそう来る。逃がしはしないぞ。そんな炎で燃やし尽くしてやる。戦意なき兵を追い打つとは美しくありませんね。諸葛亮の策ってこれだけなのか。もしかしてまだ何か企んでるんじゃ。郊外殿の降伏全然怪しまれなかったみたいだな。おかげで家計は大成功。とりあえずこれクリアでいい。待った方がいい。曹操軍らかなり慌ててるみたいだ。赤壁みたい。あ、大丈夫そうだ。やらせたかったな。くすぶっただけで終わりか。これで
の元へ駆けつけられますね。早く合流しなくては。これは何ぞ。今はこの喜び。馬の動きが鈍いな。うん、これから長い逃避行だというのに。うん、餌さえあれば馬の体力も戻るだろう。そうすれば皆で逃げられそうだな。何が欲しい。すごいな、さすがだ。達成した。これはもう渡せばいいってことか。はいよ。これだけ集まれば十分だ。早速馬に与えるぞ。馬が調子を取り戻し次第進軍開始だ。急ぎ味方に合流する。よろしく。早急進軍開始。次空腹弾。うまくいったようです。やっ、困難ではありませんわ。困難ではありませんわ。てめえらがここに来るのはお見通しだ。消費覚悟しやがれ。なんで俺らの逃げ道知ってるだが。行きますわ。助けるだよ。足止めもできねえとは。オッケー。行きますわ。また諸葛亮のコートかよ。敵を倒せてよかっただよ。一緒に戦う相手がいると心強いだな。余裕で達成。次曹操様、全然見つからないな。もしや兵に紛れて移動されているのか。やっ、はっ、はっ、今はこの喜びをかみしめましょう。やっ、誰一人この先へ行かせはしない。長州、いざ参る。皆を守るため足を止めるわけにはいかぬ。何としても敵を倒しこの場を突破する。無双が強い。笑顔で参りましょう。笑顔で参りましょう。力を呼ばせた。諸葛亮は熱いな。行きますわ。望みを託すしかない。ひとまず難敵を撃退した。しばしここを確保し同胞を守らん。次めちゃくちゃサブクエがある。ウリンに逃げ込まれた将軍方も多いようです。探してみてはいかがでしょう。味方がチリチリになってしまいました。ですが置いて逃げるわけにもいきません。味方を一人でも見つけたら教えてください。どうかお願いいたします。ウリンに逃げ遅れた方がおられるようです。将軍のどなたかではないかと。なんとかお助けできないでしょうか。味方の無事を知れば兵も奮起するでしょう。こいつは大手が。必ず捕虜にして連れ帰るぞ。無礼な。新規じゃん。指一本触れさせませんわ。はっ、はっ、はっ。曹操軍に勝てそうだったのに撃破されるなんて運がない。これぞ天の助け。おかげで命拾いしました。逃げ込んだはずだが、曹操軍の兵士めどこに隠れた。
この辺りに曹操軍の兵士がいるはずだ、うん、探せ。あ、引っかかった。まだこんなに戦える奴がいたのか。撤退だ。よかった、助かりました。先に門のところまで行ってます。これで全員助けたのではないか。まさにヤブヘビだったな。引け引け。はあ、助かった。はっ、ありがてえ。砦の門でお待ちしています。採取した。くそ、とんだ邪魔が入った。引き上げるぞ。もうダメかと思いました。うん、ありがとうございます。これで全員救出したよね。お助けいただきありがとうございます。これで皆と合流できますわ。よかったですわ。報告する感じかな。救出できる兵はこれで全てでしょうか。はい、ありがとうございます。仲間を助け出してくれて。いえいえ。これより我らも撤退先の確保に向かいます。味方の統制クリア。次めっちゃあるんでサクサクとやるわ。今はこの喜びをかみしめましょう。お上手ね。やはり逃げるなら船を使うだろうな。ここで待ち構えて正解だったよ。読まれていましたか。味方を逃がすので船を脱出すれば。行きますわ。行きますわ。危ない。会いたい。行きますわ。オッケー。船でしくじったか。だが戦の流れを変えるほどではあるまい。この砲撃ゲットできた演出、劣勢を覆す足がかりとして見せましょう。はっ、敵将撃ち取りましたわ。やっ、今はこの喜びをかみしめましょう。よくやった。その働き燃えてる。素晴らしい作業を持ちます。次行きましょう。戦えること心より嬉しく思います。逃がさんぞ宗家。ここで宗家の名脈を断ち完全なる勝利とする。父親同様深追いして撃たれるのが望みか。ならば願いを叶えてやろう。おげいくぞ。今こそ敵の要所を叩く。ナイス。今は引こう。次に会った時は容赦せぬ。守りは我らが受け持とう。決して
何者にも抜かせはせぬぞ。危なっ。怖っ。孫将校がこっち向かって走ってきたんやけど。行きますわ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行きますわ。追い詰めたのに、ここで負けるなんて悔しい。そういや衣装持ってんだよね。孫家が宗家を打倒することなどありえぬな。敵将、これどうやって見るんだっけ。これか、確か服着替えられんだよな。どこあったかな。自宅ってどうやって行くんだっけ。ああ、あったあった、すごいとこにあるな。打ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。確かここで衣装変えれるんだよね。ああ、なんと壮麗な戦ぶり。おお、どれがいいかな。あ、これいいな。騎士風、これいいな。これしようぜ。いいな、真剣ですわ。その際捨てたものではない。この衣装でも真剣ですわ。諸葛亮殿の読み通り、うんちょ、ここへ参ったか。これ以上は進ませぬ。俺こそが軍神カーンの一の子、周遭様だ。親分と一緒のあれは、はいはいはい、3倍強いぜ。笑顔で参りましょう。笑顔で参りましょう。やった。俺どんだけ役立たずなんだが、帰っても親分に合わせるか。行きますわ。危ない。気づいたら気にしないよ。よし、直ちに来た。来たる戦闘に備えるんだ。行きますわ。絵お疲れっす。敵将打ち取りましたわ。深くを取った。曹操殿への恩義が我が刃を鈍らせたか。もう50レベル早っ。テーフの撃破。今はこの喜びを締めましょう。見事な働き。周囲の警戒を怠るな。怪しげな動きがあればすぐ両党にも伝えよう。はい。あら、あー、気づいたらやられたんよ。再挑戦。周囲の警戒を怠るな。怪しげな動きがあればすぐ両党にも伝えよう。行きますわ。来たか。お返しじゃボケ。急ぎ両党にも敵の接近を知らせよう。我が兵を仕立てるは何たる不敵だ。両党に知らせを送る隙すら。お返しじゃボケなすっていう。
喜びをかみしめましょう。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることは。心より嬉しく思います。めっちゃ敵おるな。はっ、えいさっ、行きますわ。ここじゃないわ。はっ、あそこか。あー、引っかかっちゃう。よくやった。その働き、覚えておく。何事？ああ、お助けを。この騒動で主の姿を見失ってしまいました。実は私、曹操様に仕えているものなのです。このままではどうかお探しください。はいよ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。やっほー。お探しの方ならあちらにおられました。先ほどあの辺りでお見かけしました。間違いありません。叫んでも無駄。この近くに曹操軍はおらんぞ。おるよ。 ありがとうございます。お探しの方は確かあちらに。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。曹操軍の要人はどこへ逃げた？居場所を教えれば命は本当にあるぞ。ふざけんな。あろうと喋るものが。オッケー、助かりました。礼を言います。お探しの方はあそこにいるはずです。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。お金めっちゃドロップするんやけど。どうしたどうした。お、そうそういましたね。進め進め、我らが軍。ようやく味方と合流できたか。皆には苦労をかけたな。わしの方でも味方を何人か確保しておいた。この手勢で撤退を開始するぞ。よし、重要人物の確保行きましょう。今はこの喜びをかみしめましょう。行きますわ。おい、聞いたか。曹操様が見つかったそうだぞ。はっ、てい、はっ、えい、ふっ、てい、やっ、はっ。ご無事だったのか。これで一安心だな。よし、絶対にここから巻き返してやろうぜ。はっ、曹仁様、申し上げます。曹操様のご無事が確認されたとのことです。おお、それは何よりの礼。され、自分も撤退を始めよう。行きますよ。いて、まずったね、どうも。これが、フルソ猫を噛むってやつだ。行きますわ。てめえ、別方面の門にて敵将を討ち取ったとのこと。
暗き舞台を彩る輝かしき戦果ですね。私たちも負けてはいられません。待ちくたびれて油断しちゃうぞ。ざまにな。この門を守り抜くのが自分の役目。通りたくば筋を通してもらおう。はい、お邪魔しますよっと。陸戦で曹操軍に一日の長があるのは筋、それを覆せなかったのは自分の不覚だ。めっちゃ手薄やん。でのシュウ殿の策は完璧だった。ここで俺がしくじるわけにはいかん。ここで敵をとどめればな。会心の笑みで変わらせましょう。静止になろうともな。ここで敵をとどめればならん。たとえずさて俺はまだまだ不甲斐ない。周遊殿に習い学も武ももっと励まねば。伝令、包囲を突破し撤退先を確保しました。どうにか窮地を脱したか。生き延びれば再起も叶おう。わしの大敗よ劉備孫権、この借りは必ずや返してくれよ。勝ったのに大敗かい。父よ、何がおかしい。この大敗、笑ってなどいられないのでは。いやしかん、むしろその逆よ。これほどの敗北、想起するものではない。董卓暗殺に失敗した時以来か、脳を書こうと。ふん、あの時と今回では事の大きさが違うだろう。かもしれぬ。だが違わぬこともある。それは敗れてなおわしは前へ進むということだ。毛徳、わしの道はまだついえてはおらぬ。我が姓の全てをかけ覇道を成し遂げてみせる。この大敗の後でそこまで吠えるか。お前はつくづく懲りん男だ。俺たちは殿と一心同体です。殿が前に進む限り俺たちも共に進みます。だが気概だけではことはなせん。まずは国力の回復と戦力の再整備を急がねば。うん、士官の言う通りよ。皆各々の再感で体制の立て直しを急いでくれ。